失敗しないペーパーレースの作り方をご紹介します。半紙を使って作るのですが、1枚だけ切ろうとするとなかなか切りにくいです。また正方形を作ってから折ると折り間違うことも多いんです。切っているときには気がつきませんが、切り終わって開いていくとバラバラになっているということがあります。4つまたは2つになっていることがあります。でも大丈夫、これを組み合わせて貼るとこんな風にちゃんと一つの作品に見えます。でも間違えたくないので練習をしましょう。まず三角に折って、それをさらに三角に折ります。そして飛行機を折る要領で細い三角にしていきます。そして真ん中を開いてこの部分を切ります。半紙が重なっているので先ほどのようにギザギザになりません。一箇所ホッチキスで留めたら、向こうまで行かないうちに切るのをやめて、向こうまで行かないうちに戻ってくるという切り方をします。最後にホッチキスで留めている部分を切ると、こんな風にちゃんとつながったペーパーレースが作ることができます。練習ですが、ちゃんと作品になっています。さあ本番ということで、形を考えながら細かく思いのままに切っていっていると、つい切り落としてしまいました。こんなことも起こります。でも大丈夫です。それぞれ、思いのままに切り進んでください。外側をまず開きます。破れやすいので気をつけてそーっと開いてください。ドーナツのような形になっています。そして切り落としてしまった真ん中の部分、これも開いてこれを真ん中に置きます。組み合わせて台紙に貼ることでちゃんとした作品になります。もう一つ失敗しやすいのは、細かく細かく切っていった時です。まず大まかに形を切ったら、どん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 細くまた細かい模様を入れていきます。そうするとどん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 開きにくくなります。開くときに破れてしまうことがあるんです。そういう場合は一箇所開いたらしっかり押さえて伸ばす、開いたら押さえて伸ばすを繰り返してください。一気に開くと引っかかって破れてしまいます。少しずつ平らに押さえながら開くと上手に開くことができます。作品から受けるイメージを言葉にして題名をつけて飾ってください。